はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4、続きやってきます。インスティチュートの裏の部分を無断で見ております。一つだけ割れている場所には多分バージルがいた。とりあえず戻るか。戻りましょう。俺は何も見てない。大丈夫だよね。俺は何も見てない。そうだ。もしかしたら全部門に同じようなところがあったかも。で、ドクター・リーはどっちだろう？ロボティクスでしょ？おお。こちらが引き起こしたあらゆる混乱について謝罪します。はい。こんにちは。インスティチュートの補給隊員として地上任務用の物資を提供できます。いかがなさいましょうか。これまだニックに近いな。で、あっちがまだ下っ端の下っ端人造人間みたいな。品物を見せてほしい。ショップか。あ、結構いいもの売ってるんだ。聞いた情報によるとね、ここでこれが買えるんだけどね、これ強いって聞いたから買おうかな。エクスペリメント18の A。買っちゃおう。承認。ゲット。戦闘の機械でカスタマイズして使ってみよう。あなたに会えてどれだけ光栄か言い表すことができません。そう？薬物使ってグロッキー状態なんだけど、いないな、医療担当。ここで大きなことを成し遂げてくれるだろう。フードサプリメント77が生産終了になったというのは本当？その通りです。自由気ままに暮らしてる感はあるけど。お伝えいたします。当面は栄養豊富で風味豊かな他のフードサプリメントをどうぞお楽しみください。サプリメント77が欲しいんだ。申し訳ありませんが、そのサプリメントはすでに品切れです。いつになったら謎のフェーズ3について教えてくれるんだ。話せないのは知っているでしょ。とすると爆弾が落ちた日にあの場にいたのか。アドバンスドシステム。ここもどうせなんか秘密の部屋かなんかあるんでしょ。彼女は2時間以上もいる。何のテストをしてるの？慌ててやる仕事は良くても雑で悪いと致命傷になる。リー？あ、この人か。リーって。で、あ、この人がリーか。こんにちは。ドクター・リー。ちょっとあなた、ここへの立ち入りは許可されていないのよ。あなたを探していたんだけど、ちょっと待ってよ、その前に。許可が必要とは知らなかった。ファーザーが城の鍵を渡したのでしょ。でもここはまだ私のラボよ。私たちとここに留まるつもりなら、物事の仕組みを理解することね。落ち着け。話がしたいだけだ。何のことで？明らかに訳ありでここに来たようだし、もうすでに私の実験を台無しにしたんだから、さっさと洗いざらい吐き出したら。わ。あんたを見つけるために、あんたを見つけるために BOS から送り込まれたなんて言って大丈夫？くせ者だ、出会え出会えっていうパターンにならない？
あんたを見つけるために BOS から送り込まれた。遠回しに言うのはやめてちょうだい。大体分かったわ。見つかるのは時間の問題だって分かってた。およそ10年もの間ずっと背後を気にしていたわ。いつか奴らがあなたのような人を送り込んで私を始末するんだろうって思いながらね。始末するわけではないんだが、なぜ俺たちがあんたを始末したいなんて思うと？ BOS ではかなりデリケートな研究をしてたから。リオンズは行かせてくれたにしても、私が知りすぎてると思う人間が上には何人かいた。だからインスティチュートに身を投じたの。 BOS の手が及ばず、研究を続けられる場所はここしかなかったから。ファーザーが信用したのだから、疑わしいところには目をつぶらなくてはね。あの人の意見すべてに賛成できるわけじゃないけど、私の身に害が及ぶのを許す人じゃないのは分かってる。ここに来た目的を言って、その後は一人にしてちょうだい。お、ここにいて満足か？ここにいて満足か？ええ、それはもう。最先端の実験設備と複数の歴史上最も偉大な知性に囲まれてたら、あなただってそう思うでしょ。唯一の問題は風通しの悪さね。私たち全員ここで起きてることの全体像をつかめているとは思えない。で、それは話をする理由に関係あること？めっちゃそわそわすんな、この人。BOS がね、あなたの助けを必要としてるんだよ。 BOS はあんたの助けを必要としているんだ、ドクター。私の助けを？なぜ？私が去った後でも全てをコントロールできているようだったけど。BOS はあんたを高く評価していた。戻ってきてほしい。あら、それはご親切なこと。ちょっと教えてもらえないかしら。一体全体どうして私がまた BOS にすり寄りたいなんて思うわけ？ここで成し遂げた成果を全て捨てなきゃいけない理由がある？これは話術試す。ファーザーはこちらを信じてくれた。あんたもそうすべきだ。家族だから信じたのよ。私は違う。だからその言葉も文字通りには受け取れない。それでは足りないの。とりあえずそわそわすんのやめてくれ。どんどん説得。 BOS はあんたに隠し事をしてこなかった。そんなことを言っても無駄。ダメだった。私は科学者で兵士じゃない。 BOS が私の創造物を欲しいのは破壊のため、そして支配するため。そんな生き方に戻ることに興味はない。降参です。降参だ。何をすれば納得してもらえるんだ？いいわ、そちらのゲームに付き合いましょう。以前ここに同僚が一人いたわ。名前はドクター・バージル。何ヶ月か前に本人のラボで事故があって命を落とした。調査を手伝いたかったけど、ファーザーは中が汚染されたと言ってラボを封鎖させた。事故の話は全く腑に落ちなかった。質問すればするほどファーザーは話をそらしているという感じが強くなっていったわ。彼の死の原因について確かな情報を持ってきてくれたら、それを BOS からの行為とみなしてあなたの申し出を考えてみてもいいでしょう。それで手を打つ？待て、さっき見たぞ。あのラボ、あ、そっか、じゃああのラボが封鎖されたラボってやつか。さっき拾ったよ。これ見せちゃう？説得できそうな材料ならすでに持っている。どうやって？気にしないで、ただ手に入れたものを見せてもらえればいい。悪い知らせがあります。すまないが悪い知らせがある。私が何を悪い知らせとみなすかなんて、あなたいつから分かるようになったの？いいから聞かせて。嘘だったのね。私を騙してたのね。そし
ことがどの程度まで進行していたかさえ私は認識できていなかった。忠誠を尽くしたこの年月の全てが無駄だった。納得いただけたでしょうか。これで十分に納得できたか。十分すぎるほどよ。私がインスティチュートに来たのは BOS から、いえ世界の全てから逃れるためだった。安心して研究がしたかった。ただそれだけ。ファーザーが私を招き入れて夢でしか見たことがないような最先端のテクノロジーに触れさせてくれた。感覚が麻痺してたわ。インスティチュートの関心は人類をより良きものにすることにあると思っていた。いえ多分今でもそのつもりなんでしょう。彼らなりの歪んだやり方でね。でも今になって分かった。使える相手が信用できないなら全ては不毛だってこと。ドクターバージルの件で嘘をついていたなら他にどんな嘘をついているのか知れたものじゃない。私の研究だって一体何に使うつもりだったのやら。 BOS に戻ることに決めたわ。でもそれは私一人でやらなければ、あなたと一緒にいるのを見られる危険を犯すことはできない。誰にせよあなたを送り込んだ人に伝えて、 BOS は再びドクター・マジソン・リーの協力を得られると。さて対面を保つためにと、あなたのピップボーイを見せてもらえるかしら。コーサーのチップをインストールするよう言われているの。ファーザーの命令でね。これで自由な行き来が可能になる。転送装置を使ってインスティチュートに出入りできる力を得たの。コーサーのチップ。コーサーのチップ、何の道具だ。コーサーが使うのと同じものよ。転送装置との接続を確立することで、彼らは今ではあなたも自由な出入りが許されるの。事の重大さが伝わってないと困るから言うけど、ここでその類のアクセス手段を持っているのはあなただけだから、少なくともファーザーのあなたに対する信頼のほどを証明してくれるはず。それはそれとして信じてるわよ。私たち二人の間に話し合いがまだ残ってるって。それじゃ仕事に戻るわね。きっとあなたには他にやることが残っているでしょうし。とりあえず BOS には戻ってきてくれるマジソン・リー。ああ、じゃあこのチップでもうあんなバカでかいマシン使わなくても自由にここ行き来できるってことか。やっぱりね、真っ黒だわインスティチュート。ほら、ここにもこんな空間あるもん。いつの日か地下室にある古いポンコツに代わるもっと高性能なリアクターを設計してみせるわ。こっちは、ただこちら側からは行けない。そもそも行けないのかな、反対側からも。じゃあ最後の人と挨拶して早いとここっから出た方がいいんじゃないか。バイオサイエンス。シンスってことは人造人間関わりだ。はい。あ、こっちか。ドクターアヨは自分のオフィスに隠れてられると思ってるわけか。ふん、奴に伝えとけ。失礼します。報告すべきことはありません。 SRB、 こんにちは。チワース。お、何でも SRB に報告してください。を依頼したの。渋ってなかなかやろうとしない。コーサーを何人か同行させた方がいいかもしれない。メッセージを。やめて。ただでさえあちこちの部門といろいろ揉めているのに。アラーヌ、お手柔らかにしてくれないか。私のやり方はいつも結果を出すし、今回も同じ。まあ見て。こんにちは。ドクター。人造人間が人間とは違うことを忘れないで。SRB 局長代理のジャスティン・アイド。率直に言おう。もうしばらくの間、お前を監視するつもりだ。ファーザーとの関係はともかく、お前には少し計り知れないところがある。
分かってくれただろうが何も問題はない。そうだ、なぜ信用してくれない。なぜ信用してくれない。正直に言えばお前がよそ者だからだ。実際よそ者がインスティチュートに来るのが許されたのはずいぶん久しぶりだ。あまり前例がないことだから警戒を厳しくするのは当然だ。個人的感情からでないことは断言しよう。 SRB の概要をお前に簡単に説明しろとファーザーから頼まれた。最大の任務は逃げ出して地表の人間たちの中に紛れ込んでいる人造人間を回収することだ。なぜ人造人間は逃げ出そうとする。なぜ人造人間は逃げ出そうとする。人造人間に望みなんてものはない。外見は人間かもしれないが機械に過ぎない。逃げ出した理由については目下調査中。回収作業の主力を担っているのはコーサーだ。第三世代の人造人間で地表任務を担当している。コーサーはインスティチュートから逃げ出した人造人間を追跡回収する。自己完結性が高く追跡潜入戦闘に能力を発揮する。早い話えげつない性能だ。とはいえすでにコーサーに出会ったからこうしたことは全てご存知と見える。実際どうやって倒したのかぜひとも知りたいところだ。そりゃなんて言ってもね、薬物ですよ。戦闘について全く素人というわけではないからな。たとえそうでも誰であろうと一人でコーサーの相手になるはずがない。生産ライン全体の詳細な分析をロボット工学部門に頼まないといけないのか。もともと問題がないわけではないし。さて他に用がないなら仕事に戻らせてもらう。英語になっちゃってるけど、インスティチュートからファストトラベルできるようになりましたと。クエスト完了。今は結構だ、感謝する。それは良かった。さあ一通りお話は聞いたけど、さてお前はここのメンバーになりますかっていう最終判断を下すことになっちゃうな。待てよ、ファーザーと話す前にまず報告だな。あ、概要が見えない。とりあえず、ああ減ってるとりあえず報告だな。インスティチュート、ここ、昔は CIT をなんか掘り進めてたとか言ってなんやかんやで別の空間に進化しましたと。でも飛躍しすぎてんだね、今のこのインスティチュートっていう場所が。ちょっとね、ダイヤモンドシティって中毒直してもらおう。おお、あ、こんな風に怪しい人だよ。で、ちょっとこの髪型も嫌だから髪型もちょっと変えていただきたいと思ったが、もう夕方だからいないと。待機しよう。何にしますか。何もいりません。何か必要か。めっちゃ夕方っぽかったけど朝方だったんだ。すぐに検査をするよ、外科医にとって。見て直してくれ先生。一緒に症状を見てみよう。中毒、化学物質中毒には治療法がないよな。治療してあげよう。言っとくけど楽じゃないよ。できた。まだ他に何か悩みはある。いや終わった。分かった、ここで死んで私の苦労を台無しにしないでくれよ。はいはい、どうもね。髪型を変えて。母ちゃんのことは気にしないでほしい。もちろん。とっつ、さて坊主はな、どうしようかな。バーコード、うん、まあ無難にこんなんでいいでしょう。チャキンチャキン。さてじゃあ今度は BOS に報告とテープをプレゼント。先ボストン空港。
で、ああ天気が、向こうか。ニックはなんか、おい、何か必要なものがあるか聞くだけでいいんだ。インスティチュートについて何か言ったりする？何か言いたいことはあるか？この調子だとないね。はい。どうぞ。ホロテープはあなたのものだ、プロクター。中身にそれだけの価値があることを願うよ。ありがとう。それはそうと、まだ体がつながってるようで何よりだわ。何しろインターセプターがどんな効果をもたらすのかはっきりしてなかったから。それどころかもう自由移動できるものもゲットしたけど。心配してなかったさ。なんといっても自分で組み立てた装置だ。私も自分で作ったものは全て信頼するけど、それは勝手知ったテクノロジーしか扱わないからよ。理解の及ばないテクノロジーといえば、このホロテープはプロクター・クインランに渡しておきましょう。何が記録されているのか分かるのが待ち遠しいわ。どうすんだろう。少なくともインスティチュートになんか参加しない方が良さそうだけど、その流れだと BOS が滅ぼすっていう感じになりそう。ここから何が見つかることを望んでるんだ？インスティチュートにとって誰にも知られたくないことであれば何でも。結論に飛びつく前に、クインランのスクライブが何を取り出せたか見てみるとしましょう。インスティチュートが全データを厳重に暗号化したのは間違いないわ。解読するのに少しばかり時間が必要ね。後で成果を見てみなければ。奴らのメインフレームから奪ったものについては今は何とも言えないわ。それはそうと、ドクター・リーをスカウトする任務をまだ果たしてないのでは？エルダー・マクソンから詳しい話を聞いたでしょ？幸運を、ナイト。はい。リーさんはね、戻ってくることになったから、マクソンに報告しないと。これは、上に行くには、ファーストトラベルだな。ファーストトラベルだな。で、さっき渡したテープの解読をね、進めてもらえれば、絶対バージル以外にも何かやらかしてそう。ただいま。ドクター・リーが戻るとの知らせを受け取った。君の考えでは、彼女はどれほど協力的なのかね。これだ。敵はインスティチュートであり、BOS ではないと納得させた。よくやった、ナイトよ。ドクター・リーが月次第、プリドゥエンで彼女を取り調べることになるだろう。この10年間、インスティチュートの影響下にあったのだ。危険を冒すことはできない。さて、次の問題に入ろう。君が偵察の試みを成功させてくれたおかげで、作戦を次の段階に進める機が熟した。空港でプロクター・イングラムに報告してもらいたい。早急な対応を必要とする。特別な計画があると。ナイトよ。今回も悪い印象を与えてはいかんぞ。では下がりたまえ。はーい。もしかして総攻撃仕掛けますとか？やりそう、BOS なら。プロクター・イングラム。とりあえず、お話だけ。でね、詳細が不明なファーザーとのお話クエスト、どうしようかな。確かに新しい計画のために進んで手を汚す君の熱心さは買うわ。で、マクソンからどこまで聞いているの？なぜこうも全てが秘密主義なんだ？この状況に持ってる資源を全て注いでいるの。インスティチュートにあえて密告するなんてできない。今は知るものが少なければ少ないほどいいわ。さあ、ここよ。コウモリみたいに目が見えないのでなければ、ターマックの上に高台を作っているのにさすがに気づいているでしょ。マクソンとケルズはインスティチュートに接近する際に状況を変えられるものを探しているわ。プ
プリドゥエンは大きな獣になるかもしれないけど、戦闘用には作られていないの。そこで新しいプロジェクトが始まるわ。ここは前開けられなかった場所だ。ニックでも。おお。パーツでいっぱいのこの保管庫はリバティプライムの残骸よ。BOS はキャピタルウェイストランドでエンクレイブ用の武器としてそれを使ったの。それは BOS が今まで使用した最新鋭の。不幸にもリバティプライムは任務中に破壊されたわ。元通りにするのにここ数年の大半を費やしたの。簡単だと思うなら目隠ししてプロテクトロンを作り直してみて。リバティプライムを完全に使えるようにするには助けが必要よ。はい、問題ない。きっと実際よりひどそうに見えるだけだ。やれやれ、それくらい自信が持てればね。これは簡単そうではないから。ところで嬉しいことにプライムのパーツの大半が完全に組み立てられたわ。悪いことに再び使えるようにするにはかなりの数のリベットとスポット溶接が必要よ。まず問題なのは CPU よ。壊れやすくて給電しようとするたびにヒューズが飛んでしまうの。解決方法はあるはずだ。プリドゥエンにはあらゆるメンテナンスをしているから簡単なことよね。それを認めようとしない限りプライムのパワーシステムは高嶺の花よ。幸運なことにドクター・マジソン・リーを説得してBOS に戻らせることができたわ。彼女は10年ちょっと前にリバティプライムの初期の建造チームにいたの。彼女に話しかけたことがあるけど、なぜかプライムに従事するのを躊躇していたわ。彼女が本気でパワーシステムに手を貸してくれればそのでかいやつを動かすことができるのだけど。まあその時点ではまあドクター・リーは BOS 破壊大好き野郎ばっかり嫌だっていう考えだったからなんだろうね。で、リーの前にファーザーとお話しに行くか。ちょっと仲間になれそうにないって。はい、どっから上に行くんだっけこれ。あ、あったあった。なんかまだ行ってない場所がたくさん。おお、やっちゃおう。やった。はい、ほんとハッキングは難易度よりかは手間というかね。あれ、でも大したものなくね。まあもらっとくか。ファーザーこっちか。インスティチュートを直接目にする機会を得たわけだが、何か感想はあるか。X だな。シンクタンクや研究ラボならもう十分見てきた。その中にここと似たような場所は一つもないと断言できるな。究極的には我々の知識と資源はただ一つの目標を達成することに注ぎ込まれている。その目標とは端的に言えば我々のモットー、再定義された人類だ。残念だが進歩には往々にして挫折がつきものだ。我々の人造人間は非常に優秀だが同じくらい危険にもなりうる。適切な管理なしではな。優れた人造人間の精神と肉体が自由意志に近いものとぶつかり合うとすれば大混乱が生じかねない。うーん、
適切な管理とはどういう意味だ。我々の人造人間がこのインスティチュートにいる間は設計された果たすべき目的を見事に実行しているのだ。だがこれから見てもらう通り、彼らは解き放たれると予測できない行動に出る。ある不良人造人間がリベルタリアのレーダー集団を掌握した。彼は記憶を消され、アイデンティティも切り替わり、自分がガブリエルという人間だと信じている。彼の指揮のもと、レーダーにより多くの罪なき命が奪われた。リベルタリアにコーサーを放った。彼と合流し、その人造人間を回収してもらいたい。あれ、なんか協力するような感じになっちゃってるけど、まあいっか。その人造人間を連れ戻そう。それが誰にとっても最良の道だ。さあ今すぐ行くのだ。多くの人々が危険な状態にある。一歩の遅れが命取りになりかねん。あれ、なんかそんでもって仲間にならないって言ってくるのを想像してたんだけど、違った。不良人造人間がやばいですよって。コーサーか。オッケー、じゃあまだね、これからどうなるかわかんないけど、まだインスティチュートを滅ぼすだとか BOS と共闘するとかその辺はなさそうだけど、完全に蚊帳の外にいるのはミニッツメンだ。ミニッツメン最初のクエストから何もやってないからね。じゃあドクターリーの方のクエストもあるけど、とりあえずインスティチュートクエスト次回は進めていきます。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。